皆さん、皆さんごきげんよう。皆さんごきげんよう。お茶間の間の皆様ごきげんよう。お茶の間の皆様ごきげんよう。はい、ブロイドです。ブロイドです。ちょうどね、今、11月20日20日の配信ライブを終えたところでございます。ところでございます。なんかこんなやってるとプロっぽいやん。あこんな撮ってたら。今日は、はい、こちらの音楽室 DX の方から、はい、いつもやってる、うん、あの告示動画をちょっと撮らせていただく、はい、いいですね、こういうね、マークも入るし。で、はい、早速ですが、はい、2021年1月11日、はい、日本では成人の日と祝日ですね、月曜日2021111、また1が4つ並んでますね。に、こちらの高田馬場の、はい、音楽室 DX から、うん、無観客生配信ライブを行います。ニューイヤーコンサート。ニューイヤーコンサート。毎年恒例でございますね。ですね。ですので、こんなところです。まだご覧になってない方は、うん、ぜひとも。という、ですので、また。はい。それはなんか曲をなんかみんなに選んでもらうみたいな。うん。聞きましたけど。そう。2年前ぐらいですかね、あれいつやったかね、一昨年年末、一昨年だったかな、うん、先一昨年だったかな、うん、まあ何年か前に、はい、リクエストを募ってですね、はい、それでこう曲プログラムを構築するという、はい、やりまして、まあ、結構数があるからね、うん、うちらなんだかんだあの時よりも曲も増えてるしね、あれだね、ライブの後だと頭がぼーっとしてて、そうなんです、頭が真っ白に、何それ、ネタあったでしょ、僕は今年の夏ぐらいからはテレビがありますけど、それまではテレビがないので、僕は最新情報は通じないですよ。でまたこちらの音楽室 DX で、はい、お世話になりますので、はい、皆様どうかですね、はい、1月11日詳細はまた改めて、はい、ホームページの方で、アップしておきますので、はい、そちらを参照ください、はい、よしではですね、うん、今日はですね、今日せっかくこのライブの後の状態でまだ片付けをしてませんので、うん、してない、ぐっちゃぐちゃ、我々のね、我々からの足元、どういうものを、まあ、そんな足元をね、どれぐらいの方が興味を持ってらっしゃるかちょっとわからない。あいつら何を踏んどんやと。そう、なんだ、パチ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 やってんだっていうのを、こうそれぞれをですね、はい、紹介していきたいと思います。これはお得ですね。ね、それでは、どうぞ。はい、斉藤幸太郎です。まずチェロをですね、5弦のですね、これ日本製鹿児島の原田さんという方が作ってくれた2004年製の鹿児島のチェロです。でこうミキサーがあるんですが、ちょっとこっちから順番にいくと、あピックアップですね、これね、これ山彦っていうピックアップから、これがピックアップの出口ね、ラインのと、あとこの DPA というマイクですね、これを切り、ここが出力になってまして、よいしょと、ピックアップの方はこのズームに入ります。で DPA はこちらに入って、このズームの A3 でミックスして、ミックスした音がこちらの Line6 ので、ディレイ、リバーブ、でリバーブと、でこっちでね、ラインの音は作り込んでます。今はディレイが入ってます。で今日はですね、この PC も使ってまして、 PC のアウトはここのボリュームペダルに来て、それで卓の方に行くという、で足元でコントロールしてるんですが、楽譜はね、iPad、ちょ
ちょうどあのネクストクリスマスが出てますね。でこちらのコントローラーであのパソコンを遠隔操作をしていると。でこのチェロの音と、PC の音とあとマナベのギターの音がここに入って、イヤモニというねあのイヤホンでモニターをして演奏しております。セットリストはこんな感じです。はい、マナベ加賀の番でございます。はい、まずですねギターっすよ、ギターね、K ヤイリ、ヤイリさんのギターでございます。てん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 、これ何ちゅうやつやったかね、 BL95C、 あ、弦にピントがいて見えない、はい、というね、これカタログに載ってないやつですね。ここはね、変えております、これね。で、これアコギね、鉄弦のやつです。こっから線がビョーっと行きまして、ビョーっと行きまして、あ、これ今別ね、これね、はい、あ、こうせなあかんのか、はい、これが、クリーンブースターってやつですね。音量を上げるやつで、これがフリーズといってですね、音が伸びるやつ、あのピアノの足のダンパーみたいなやつですね。で、これボリュームペダルで、これリバーブですね。特殊なリバーブをかけるときこれ使ってます。本来はここにねディレイがあるんですけどね、今日忘れてきました。はい、カバンを開けたら入ってませんでした。はい、で、フィッシュマンのこれプリアンプですね。はい、ここに来て、ここは PA に行きます。で、ここからビョーっとまた線がね、ビョーっといって、この iPhone の電源は無視していただいて、このミキサーに来ますね。はい、で、自分の音はここで聞いております。で、ここに、ここはあのね、チェロとか、いろいろ、もろもろが入ってきます。で次ね、これガットギターでございます。これが、フェリーペ・コンデというねギターでございます。スペイン製でございます。マドリッド FP19CW というやつですね。フラメンコギターでございます。はい、でここからまたこれもね線がビヨーっといきまして、こっちはシンプルですね。はい、ルーパー録音するやつです。はい、でこれはねそのルーパー止めるやつ、これスイッチ止めるやつ。でこのズームの A3、 これプリアンプですね。はい、でこれが、PA さんに行って、ここからまたこうビューンと行きまして、ここに来ますね。でこれここに来て同じようにこれでイヤモンにしております。でピックやらなんやらを置いております。画面は iPad でやっております。ただいまユーチャリに出ております。はい、こんな感じでこれ足台でございますね。乗せます。これ譜面めくるやつ、これ踏むと譜面が動かない、あ、こう譜面がめくれるわけなんですね。はい、これで、ね、これで、ね、行く戻る行く戻る、はい、という感じで学べる機材はこんな感じでございます。はい、はい、というわけでですね、はい、こんな感じでやっとるわけですよ。か、ね、なんか容器あるでしょ。まあいろいろ ね、こんな感じでいろんな音をね出しとるわけでございます。はい、はい、というわけで、はい、改めまして、はい、2021年1月11日成人の日、はい、祝日月曜日、はい、中野の音楽室 DX より、ブロイド無観客生配信ライブ、うん、ニューイヤーコンサート、はい、リクエスト特集を行いますので、はい、皆さんその時間はお茶の間で、お茶の間の間でお茶の間で、お茶の間でお会いしましょ しましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ブロイドでした。さよなら、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 さよなら。